あのね、Ah!
子供たちが鉱山地帯へ向かう途中のことだった。彼らはぬいぐるみを抱えた少女が一人ベルマン帝国軍に追われている場面に遭遇した。追われていた少女はタラニスを見て絶句した。こちらの戦車も少女を追う敵だと思ったのだ。大丈夫だよ。ねえ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 、戸惑いながらも少女は子供たちを敵ではないと判断し、タラニスを盾にするように隠れた。敵発見！攻撃開始！おい！てめえ！あっち行って！計画通りなのです。子供たちは追われていた少女をひとまず戦車に保護した。ありがとう。よう。やあ。こんにちは。こんにちは。おっ。シーダは猫人が多く集められた収容所に家族と共に囚われていた。その収容所にいた少年が脱走を働き、彼女も一緒に逃げ出せたが、少年とは途中ではぐれてしまったらしい。収容所の詳しい場所は逃げるのに夢中だったのと、いろいろなショックであまり覚えていないという。子供たちは自分たちも家族を取り戻すために戦っていることをシーナに伝えた。危険な戦いになるかもしれないが、同行するかとシーナに促す。どうかな。
終わってないぜ。